大相撲夏場所で初土俵から所要7場所目での史上最速優勝を果たした小結、大の里23イコール二所ノ関部屋が千秋楽から一夜明けた27日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で会見を行った。激動の15日間を終え、ようやく終わったなという感じ。長かったですねと素直な感想を述べた。初日の横綱ノ破から始まり 前半戦は上位陣を次々と撃破。初場所で横綱と1回対戦しているので、土俵に立った時の横綱の大きさや空気感は分かっていた。初場所では萎縮してしまったけど、今回は勝つことができて、良いスタートが切れたかなと思いますと振り返った。首位で後半戦に入ったが、11日目に豊昇龍に敗れて3敗に後退。その時師匠の二所ノ関親方、元横綱。 稀勢の里から優勝はないぞと厳しい言葉をかけられたそこで自分の中でも優勝は絶対ないと思ったので来場所につなげる相撲を取ろうとテーマが変わった次の目標に変えて頑張れたと気持ちが楽になったことを明かした優勝を決めた千秋楽は取り組みが終わって表彰式支度部屋で記念撮影優勝パレード茨城県つくば市へ移動して部屋の千秋楽パーティー 生放送のテレビ出演と大忙し昨日は休む暇もなく動きっぱなしだった。こんなに忙しいんだなとびっくりしました。まだプロの力士になってから1年大井町いが言えないちょんまげ姿の23歳は初めての経験の連続にうれしい悲鳴をあげていた。